ルカチャンネルのショーです。この間からですね、ライブ配信のポコチャ、こちらをちょっとやってるんですけど、今回別のですねライブ配信をやってみようかと思いまして、登録してみました。こちらトピアです。トピアというライブ配信アプリです。ポコチャみたいに今配信してる人たちがいるんですけど、こちらアバターを作ってライブ配信をしようというやつです、ね、こうやってみんないるんですけど、みんなアバターです。そして俺もアバター作りました。誰これ？これ誰よ？知らんし。だって坊主なかったもん。こちらですね、俺のアバターです。もう多めに見てやってください。ほんとごめんなさい。多めに見てやってね。デルカチャンネル。アバターを作ってポコちゃんみたいにするだけなら、へーぐらいで多分終わると思うんですよ。今回ですね、なぜこれアバターを作ってまでライブ配信をするかと言いますと、こちら、ジョイサウンドのカラオケが使えるんですよ。というのも、歌ってみたとか、それが標準でできるライブ配信です。トピアです。ちょっとですね、アバター作ってる分、ポコチャとかよりも重いんですよ、動きが。なので一個一個切り替わるときに時間かかるんですよね。でまだ俺も配信はしてないので、今から配信していこうと思います。そして歌ってみたいと思います。ああ恥ずかしい。歌わなくてもポコチャみたいに会話だけしてるのもあったんですけど、せっかくなんで歌ってみたいじゃない。あびっくり、事件が起きた。デルカチャンネル。はい、こちらがですね、配信の準備段階ですね。これもここが、ほらここ真ん中、下の真ん中の方見てください。ライブ開始って書いてあるじゃないですか。これを押すともう始まっちゃいます。その前にですね、こちらの横にいろいろあるじゃないですか。ここで音楽を決めたりとかいろいろあるんですけど、これですね、面白いのはスマホと自分の真正面にしとくじゃないですか。そうするとですね、このアバター動くんですよ。まあ手とかは動かないんですけど、顔が動きます。いいですか？今俺首を振ってます。首上に向けました。向かないね。あ、少し動いてるね。ほらほら、これ今俺が動いてるのに合わせて顔を横に振ってます。そしてですね、ここでほら、新曲 J-POP ボカロアニソンとあります。この中から選んでいくんですけど、個人的にカルピンが歌いたいんですけど、カルピンは入ってませんでした。じゃあ水木奈々さんは入ってたのかなと思ったら、水木奈々さんもありませんでした。曲とアーティストで選べるから、アーティストで調べたんですけど、水木奈々さんとカルピンの2人はいませんでした。ですので今回デビュー曲として歌うのは、アニソンにしましょう。じゃあ米津玄師のピースサインにしようかな。絶対声出らん。そうだね、君の知らない物語とか、ま有名どころですよね、が入ってますね。
水木奈々さん入っとってもよかったんじゃね。あ、カルマとかシルエットとか、ほら断然二人はプリキュアね。え、ライオン、ハレハレ愉快、青函飛行、甲賀忍法帳、バタフライ。あ、なんか俺押したわ。ちょっと待って、違う、なんか今押したよね、どれか。あ、ロメオもありますね。まあこれ今曲っていうか、ほらこうやってマイクを持って歌詞も出て音楽も鳴って、これまだライブ開始してなかったからここだけで終わってるんですけど、そしたらですね、ちゃんと本格的にどれか歌いたいと思うんですけど、ていうかこのカラオケを歌うことによってどうなるかってことなんですけど、要はその人のところに行ったらその人がず歌ってるってことですよね。これ面白いですよね。まあ、ポコちゃんの方でもですね、歌われてる方っていうのもいます。だどうしてもオリジナルとかですね、なので最初からもこの歌えるのが用意してあるっていうのはいいですよね。ね、しれっとね、米津玄師出ましたね。きつい。ということでここでもう止めまして、はい、皆さんこんにちは、 YouTuber してますエルカチャンネルのショーです。よろしくお願いします。今日初めてこっちの方にやってきました。仲良くしてください。ほら拍手、拍手して、拍手しろよまあこんな感じでですね、みんなの前で歌が自由に歌えるということらしいです。あれ、配信が終了。リスナーを増やすためにはまずは自分がリスナーになってフォロワーを増やしていって、フォローをしていきましょうということらしいです。なので他の人のところに行って絡んでいきたいと思います。まあ、こうやっていっぱいいるんですけど、ここの上にですねタブがありまして、フォロー中の人、注目の人、新着の人という感じであります。この先はですね、どうしてもちょっとこのやってる方々に許可を取らないといけないので、こちらはもうこのアイコンだけで勘弁してください。エルカチャンネル、はい、ということで今回はトピアという VTuber ライブ配信アプリの紹介でした。これ案件なんです俺にかかってこい。